プラウダ。プラウダ、または、プラブダ、は、ロシア連邦の新聞、また、それを発行する出版社、新聞社。かつてのソビエト連邦共産党の機関誌で、1912年4月22日、ユリウス歴、グレゴリオ歴では5月5日に発刊された。プラウダとはロシア語で、真実、正義の意である。最盛期の発行部数は1。 レレレレレ部を超え、世界一の発行部数を誇ったこともあった。ソ連崩壊後は、発行部数を大きく減らし、日によっては4面しかないこともあったが、2000年代初頭において、ロシアで第2位の発行部数があった。ソ連時代は、政府機関紙のイズベスチアと、同じく国民に対するプロパガンダ誌であり、無味感想な発表報道とスローガンばかりで、広告や、 写真の少ない新聞であった。ソビエト連邦共産党にとって、都合の悪いことは書か,かれず、時には事実がねじ曲げられて伝えられ、鉄道も行われた。多くの国民も、そのようなことは分かっていたので、行間を読む、裏を読むといったことで真実を探ろうとした。そのような状況から、ソ連の二大新聞、プラウダとイズベスチアの違いは何か、プラウダにイズベスチア、ニュースはなく、 イズベスチアに、プラウダ、真実はないというような小話、アネクドートも生まれた。現在ではロシアにおけるタブロイド型の新聞として人気を集めている。旧プラウダ氏のスタッフによって運営されているニュースサイトプラウダオンラインも存在するが、これと現在印刷されているプラウダ氏の間に直接の関係はない。なお、プラウダと呼ばれる新聞は他にもいくつかあり、有名なものとして、 かつてコムソモールの機関紙であり、現在ロシアで最も部数の多いタブロイド新聞となっているコムソモリスカやプラウダなどが挙げられる。2000年代初頭には UFO や超常現象、陰謀論などを扱うようになった。例えば超常現象研究家のコンノケニチは、プラウダのサイトに載った地球外文明によって作られた月面都市の記事を書。 UFO とアポロ疑惑月面に異星人基地の謎で引用している。プラウダが発行されたのはカール・マルクスの生誕記念日である1912年5月5日というのが公式の見解である。しかし実際の起源は1903年にまで遡る。裕福な鉄道技師によってモスクワで設立され、1905年のロシア革命への最中に出版を開始した。 プラウダの黎明期は政治的な方向性を持っておらず、コジェフニコフは芸術、文学、社会生活の雑誌として始めていたが、すぐにプラウダの社会生活雑誌への積極的な寄稿者だったアレクサドル・ボグダーノフ、NA ・ロジコフ、ミハイル・ポクルフスキー、PP ・ルミャーンツェフ、MG ・ルンツ等が含まれる優秀な若手作家たちによるチームが形作られた。 その後、彼らは雑誌の編集委員となり、後にはロシア社会民主労働党のボリシェビッキの主要なメンバーとなっていた。しかし、コジェフニコフと編集委員会との間に一定の争いが生まれ、ついにはコジェフニコフがプラウダから去ること求めてきたのでこれを受託し、社会民主労働党のメンシェビッキが編集委員会を引き継いだ。しかし、彼らと コジェフニコフとの関係は苦々しいものでもあった。1912年1月にプラハで開催されていた社会民主労働党の第6回党会議でついにメンシェビキが党から追放された。党の主導権を握ったウラジーミル・レーニンは明確にプラウダを公式の代弁者とた。書類をウィーンからサンクトペテルブルクに移すと同時に1912年5月5日。 ユリウス歴1912年4月22日に、レーニン主導により4ページで5国平化の総刊号が発表された。この時初めてプラウダが法的にも政治新聞として発行された。社会民主労働党の中央委員会、労働者や個人などと共に、マクシム・ゴーリキーは新聞に資金援助をした。これには、経済問題、労働運動、ストライキに関する記事があり、 プロレタリアートの詩が2作載っていた。サンクトペテルブルク・プラウダの最初の編集者である、マクシム・イエゴー・ロフト・ドゥーの議員であるが反元として、務めた。1917年の2月革命による、ニコライ2世の退位によって、プラウダは、発行を再開した。新しく生まれ変わったプラウダの最初の編集者である、ビャチェスラフ・モロトフトは、自由主義的なロシア臨時政府に反対した。 3月12日に、シベリアへの流刑から戻ってきたレフ・カーメネフと、ヨシフ・スターリンに加え、ラは3月15日に編集委員会を引き継いだ。1917年3月15日、戦争への努力を支持する記事を載せた。4月3日に、ロシア帝国に帰国したレーニンとグリゴリー・ジノビエフは4月定ーで、臨時政府との統一的な傾向を強く非難した。カーメネフは、 プラウダの社説で、レーニンの立場に反対したが、レーニンは再度プラウダで、反革命として、臨時政府を非難することによって四月党大会では、公表を得ることに成功した。それ以降プラウダは、基本的に、レーニンの編集姿勢を追い、10月革命後の1917年には、毎日ほぼ10万枚を販売していた。ソ連が首都をモスクワに変とさせたときに、 事務所も1918年3月3日にモスクワに移し、プラウダはソビエト連邦共産党の公式出版物、または党の機関紙となった。プラウダは公式の政策や方針の変更を発表するための国民へのパイプとなり、1991年までそれを続けた。1989年までは国営企業、軍隊、その他の組織は、 プラウダの購読が必須だった。他にも新聞はあったが、すべて他の国家機関の機関紙として存在していた。例えば外交関係を報じていたイズベスチアはソビエト、連邦最高会議の機関紙であり、または、労働組合運動の機関紙であり、は、赤軍と農民に配布されていた。他の様々な派生紙は、全国紙として、部数を増やすために名前に、 プラウダをつけたものも発行されていた。コムソモールの赤紙は、コムソモリスカやプラウダ、ピオネールの機関紙は、さらに、ソ連内の幾多の共和国都衆では、共産党の地域新聞が発行された。例えば、カザフスタンでは、ムルマンスク州では、アルハンゲリスク州では、そしてモスクワ市ではなどがあった。10月革命後間もなく、ニコライブハーリンは、プラウダの編集者となった。 この人事は1917年4月にロシアへの帰国が決まったブハーリンに先立ち、移住と亡命が終わる最後の数ヶ月の間に決まっていた。1916年11月から1917年4月まで、ブハーリンはアメリカのニューヨーク市で暮らし、地元の図書館で勤務しつつロシア語話者用のロシア語神である新世界の世を発行していた。 字が立つにつれてブハーリンとノービミールの関係は深くなり、実際にロシアに戻った時に1917年1月から4月までノービミール Z の事実上の編集者を務めていた。1924年のレーニ死後のプラウダは、ブハーリンの権力基盤を形成する存在となり、新聞を編集したこともある、敵対政党の指導者を助けることにより、 マルクス主義論家としての評判を補強した。ブハーリンは、プラウダの編集者として働き続けていたが、ヨシフ・スターリンとの論争により1929年2月に、ミハイル・トムスキーと共に、プラウダでの職務から外さた。これにより結果として、彼らは失脚した。ソ連の場所や物事は、プラウダにちなんで名付けられたものが多く、その中でも特に、ゴーリキー州、 プラウダ含め他の全国紙の新聞紙を大量に生産する製紙工場の本拠地であるのをプラブジンスクト市にはいくつものプラウダの名を冠した通りや集団農場があった。ミハイル・ゴルバチョフ書記長によるペレストロイカ・グラスノスチ政策の時代にはイズベスチアに比べて保守的な記事が多く、時にはゴルバチョフの政策を批判することさえあった。 ソ連崩壊後は古き良きソ連時代を懐かしむといった論調も目立つものの内容はずっと難化している。1991年に共産党が解散されその資産が接収された際にプラウダ紙もその一部として発行が停止されたがその数週間後には旧スタッフによって同じ名前の新聞が送刊された。数ヶ月後にプラウダ紙の経営権は ギリシャの実業界アンニコス家に移ったが、これに反発したスタッフたちは、プラウダ市から独立し、独自の新聞相関、これは後に政府によって、発行禁止とな、を経て1999年に、ロシア語による初めてのニュースサイトであった、プラウダオンラインを開設した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。